自民党の小泉進次郎元環境大臣は来週30日に記者会見を開き総裁選への立候補を正式表明する方針を固めました小泉氏は立候補に必要な推薦人20人をすでに確保していて菅前総理大臣をはじめ若手議員を中心に幅広い支援を得る見通しです党内では選挙の顔として期待されていて 本命候補との声も出ています。